おはようございます、ひろゆき Z です。今日は小倉競馬場に来ています。入場しました。なんかテールランプ車みたいやね、 T-MAX ね。はい、ひろゆき Z です。10年ぶりにね、競馬なんて来ましたけどね、小倉競馬。まあよくわかんないんですよね。ただモノレールと駅が直結しているというね、小倉駅から北九州モノレールでアクセスできる小倉競馬場、競馬場前駅というのがありますからね。はい、今日は車で来ましたけどね、ここはモノレールの駅ですね。そこは北九州モノレールですね。あ、ちょうど来ましたね。やっぱ鉄道系 YouTuber だけありますね、私も。お、ちょうど銀河鉄道の、
そこは競馬場前駅です。完全前のポリだ。晴れてきましたね。ここ5階ですけど、ここからも北九州モノレールがよく見える。小倉駅方面もね、よく見えますね。下からカレーのいい匂いが上がってきます。小倉駅方面です。そこがね、北九州モノレールの競馬場前駅ですね。こです。小倉駅に向かってね、菊ヶ丘から伸びております。よくわからないんですけどね、第4レースを勝ってますね。1レース目からやってるんですけど、全然勝てない。ここがいいアングルだな。サラクラ山、2番ビルデド、3番ファインライン454キロプラス10キロ、ミユキネアキ57キロ、4番ホワイトビーチ400キロ、
6レースまでやったんですけど全然勝てないですね。やっぱ爆災はないですね。晴れてきましたけど、ここ北九州モノレールがよく見えるな、このスポットだと。いいな。取った。
ひろゆき Z です。今日はね、一日小倉競馬場にいました。秋山慎一郎騎手の引退セレモニーが今あってますね。朝から来たのでもうちょっと帰って一日競馬しましたけど、やっぱりギャンブルは勝てませんね。爆災がありませんでした。ひろゆき Z でした。終点中山川駅に着きました。通常ですとね、そちらのホームに泊まるんですけど、ポイントのとこがなんか悪いんですかね、そちらの線路が使えないということで、こちらの一番ホームに到着しました。はい、ということで今日ライブ配信もしましたけどね、この後に来る特急ソニックはの前にこの列車はどちらに行くんでしょうか。ひろゆき Z でした。ご視聴ありがとうございました。